ちゃ。今日はあの、丸中盆栽の師匠さんのとこで買ったこの大祭りの時買ったやつ。大祭りの時に買った銀やつ、銀やつですかね。継ぎ木の五葉松ですよね。これがもうもっさもさなんで大丈夫という若干恥ずかしして目の整理してあげた方がいいんじゃないかなと思って。なるほど、やってあげます。はい、やってください。五葉松の恥ずかしってなかなかやったことないけど、まあね、五葉松だと樹勢がどうしても伸びにくいっていうのがあるんで、うん、普段に八つ多少じゃないやつはあまり極端にやっていかないんですけど、逆に言うと商品の場合はちっちゃくちっちゃくしていかないといけないので、恥ずかしっていうのが必要になってくるのかな、こういう特に八つ多少のやつ、うんうん、なのでそういうのをやってあげることによって勢いを押さえつけてあげるとともに、まあ、中にしっかり光とく、あの風通しを良くしてあげて、中の枝刈りを防ぐっていう効果があります。はい、意外に取りましょうか。もう食い込んでるから。食い込んでる、食い込んでるっすよ。結構なんか緩めに針金巻いてあるイメージだったけど、やっぱりね、目数が多いとそれだけ太るんで、こういう時ハサミがいいですよね、この形。うん、針金外しが終わったので、今年こんなに伸びちゃったところとかあるんで、そういうのをもう積んでっちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、これはどっち流れ作ってんだろうな、右流れなのかな。差し枝はどっち、これかな。こっちの方が綺麗な差し枝ですけどね、立ち上がりから関係で言うと、うん、左から出てるの最初ね、うん、そういう気もありますからね。ってなった時にこれがすげえ伸びちゃってんだよな、うん、あんまりね、うん、あってもしょうがないんじゃない、うん、まあ、3個一緒に出てますしね、うん、ちょっと1個元に芽があったんでそれ残しておいて、うん、少し中の方に生えた葉っぱと、フルッパーと今年の葉っぱですね、樹勢を少し押さえつけてあげるイメージ。だって間からいっぱい出ちゃうんですよね、八つ下だから。ちょっと間のやつ、もう目も取っちゃっていいんだ。取っちゃいましょうそれこそ無駄に力使っちゃうんで、下向いてるやつとか。あ、でもあ、そういいニュース。ハスカシで抜いてるのって新葉も抜いてるじゃないですか。はい、あるんですか、ここは抜いてよくてここは抜いてダメみたいな。まあ、見栄え的に考えるとね、下っ端を取ればいいですよね。それだけでも大体ね、要は五葉松ってこうやって入るわけじゃないですか、うん、下っ端でも取ってあげるとここの無駄なゾーンが消えるか、こっちにも光当たるようになる、うん、こうあったりして分かる、その分かるのかな、これ芽ね、芽ね、うん、で下に垂れてる葉っぱがなくなると、うん、こうなるからここにスペースが空くわけじゃないですか、うん、光が当たるようにっていうのを下から順々にやっていけば隙間はどんどんなくなってくるんで、伸びた時に切っちゃう。独特ですよね。なんかこういうミニ盆栽だとあるんですかね。やっぱりそのちっちゃく収めないといけないんで、ちっちゃいのはちっちゃいまま。でそれっていうのはやっぱりやらないと、どん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 葉っぱだけが大きくなって水ぼらしくなっちゃうんで、この太さの幹に対してある程度の、ね、棚の大きさっていうのは決まってきますから、押さえつける作業っていうことですね。先のね、葉っぱだけこういうのだけ残してあげればいいと思うんですよ。これも取っちゃって、これも取って、ちょっと下っ端取ってあげたりとか。下抜いてる葉っぱと間に出てる葉っぱ、そうですね、少しだけ取ってあげた方が。じゃあ新芽自体にはそこまで抜いたりしかしないんだ、そこ。うん、あんまりしなくていいんじゃないですか、うん、まあでもやるんだったらね、少し間開けてこうやって取ってあげたりとか、減らしてあげる、そうそう、葉っぱ減らしてあげた方がね、そこへの勢いってのを抑えつけられるんで、うん、強いところもあってます、そうそうそう、こういうところもね、割と葉っぱが多かったりするとこうやって取ってあげたりとか。これをやんないと内側の芽は枯れてくるんですかね。枯れてっちゃうんじゃないですか、売れちゃって。これ取っちゃえば、もう頭伸びちゃったから曲げてたやつ、いらない、いらないでしょ。先生がいらないっていうのはいらないですよ。
これで頭作っちゃえばいいんだけど、寝数が多いから減らさなきゃってことですよね、これもね。多すぎるもんね。うちのやつも家にもあるんですけど、うん、それも結構すごいことになってる。強いやつとここも買いますか。ダメだよ、こんなやり方じゃ飛び越しない。丸中さんの師匠に、うん、怒られちゃう。怒られちゃう。本当はもっと早い段階で処置しておくべきなんでしょうね、おそらく。そうなの。早めに、だから目数減らすってこと。そう、うん、そういうの気にしてないかもしれないですね。いや、わかんないけど、こういうなんか商品だと ねそういうのありそうだよね。あんまりガサガのが重要し、ね、一章とかだとよく見るように2,3,4,5,6,7ぐらい入ってる。人目だから。人目から。人目から。ここが。目かきじゃない、目かき。ここが目だったんですね。2,3,4,5,6,7。目かきやったのにな。さっき。さっきやったけどね。じゃあこれと。買います。恥ずかしと目数減らした。針金掛けは何のため？何のためというか。でもね、結局上に上がっちゃったのやつを、うん、下に下げてって感じか。うん、もう極端な枝の配置が変わることないもんね。はない。うん。風？ああ、ありがとうございます。どうでしたか？まだいらないとこあるんだろうけど、とりあえず残しておきました。本当はもっと枝ちゃんと作りたいよな。なんかこっち差し枝っぽいけど、うん、こっちの方が強そうだもんね、うん、なんかその辺とかもこの辺でも本当はもういらない気がするんだよな。落としちゃえばいい気がするけど、ちょっと重たいよね。まあとりあえず、まあ、とりあえずということで、五葉松の恥ずかしいと、ついでに、ついでに針金掛けを、すいません、なんか自分の気やってもらっちゃって。家のやつは自分でやりたいと思います、はい、なんかポイントとかありました？そうだな、やっぱり八つ下なんでいっぱい出てきちゃうんですよ、うん、それをどれを残すかっていうのを考えて、うんうん、で、それはさ、あの目かきと一緒ですよね。自分が針金掛けをする時を想定して、うん、この枝はこっち下げるから、じゃあ こうなった時に横のやつを残そうして、ね、まあ、これとかこれを切ってこれにするとか、うんうん、っていうので、あのハスカシとか目かきの時にやってあげると針金かきは楽になるんじゃないかなと思います。なるほど。皆さんも五葉松、はい、こういう今度は限定ですよね、きっと。でも考え方は全部一緒です。考え方は一緒ですよ、はい、ちょっと丸中さんっぽい。というわけで、はい、また次回ということで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごく綺麗にできましたよ。あと動画で作っていけば出来上がりというか形になりそう、うん、あと1回2回でいいんじゃないですか。1年ぐらいまた出てきちゃうんですけどね。ね、とりあえずこいつ育てたいよね。ね、ね、こいつらがいるから、でも元に、あ、本当に乗っかってくるってことですか。そうそうそう。